すまん、この通りだ、勘弁してくれ。ダサい。しょうがないね。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。オッケー、かっこいい。出た、敵でドアを開けていくセル。うわ、なんかまた来た。何、ちょっと強いのかな。塚田さん、こんにちは。踏んでもいいですか。キルだった、ごめん。踏むより蹴るのが痛いかも。うわ、またいた、やだ。浅田さん、こんにちは。この人掴めない人か、ちょっと強い人だ。秋田さん、こんにちは。よいしょ、なんか極み、あ、なんか落ちてる。やったー、タオリナーだ。え、すごい、なんかあの小五郎さんめっちゃ戦ってくれる。あれ、名前小五郎さんでいいんだっけ。なんか今出せそうなんだよな、極み。後ろから来た時かな。あー、なくなっちゃったか。よいしょ、なんか攻撃多分来る時に出せそうなんだけど出せないね。なんか武器とかあるかな、その辺。あー、これで、うー、なんだなんだそれ、おっとっとみたいな。オッケー、看板の極み、オッケーかな。持ってこうか、なんか1個ビール瓶。なんだ、ボタンアクション来そうだね。かかってこいよ、だって。あ、あ、間違えた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 、心さんを殴っちゃった。うわわわ、怖い怖い。この人投げれるかな。あ、投げれる。あ、なんかちょっと避けるね、避けるタイプの人もいるんだ。いや、いいですね、龍が如く高齢ビルを登るやつ。ちょ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 、ちょっと待って、壁ドンしよう、壁ドン。よし、オッケー、からのもう一回踏むドン。さよなら、笠井さん。あ、笠井さんじゃなかった、笠井さんはどれだ。紫が、あー、ちょ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 、落ち着いてお願い、バットが欲しい。使い込まれた金属バット、使い込まれた金属バットって怖いね、なんか何で使い込んだんだろうみたいな感じしますけど。よいしょ、この紫の人がちょいちょい強葛西さんだよね。いや、なんかすぐ掴んできてうざいな、この人。早く倒そう。おいしょ、倒した。あ、壊れちゃった。なんか ないかな。あ、これでいい、これで。ソファー、ソファーの極み、あ、全然減らない、ソファーの極み全然減らない。あ、ありがとうありがとう、助かる助かる。これもいける、もしかして。あ、ダメか、机はダメなのね。お、ナイスナイス。もう武器ないか、この人掴めるんだっけ。うん、強いな、結構強いな。ありがとうありがとう、あとちょっとなんだけどね。 OK、 倒しました。そんな鮮やかな紫ジャージ着ちゃって似合ってるよ。あれ、これこっちでいいの。あ、あの人鍵かけて逃げちゃったよ、参ったな。どっか別の場所から行く。うむ、そうだ、角田って仲間が一緒に来ているはずなんじゃ。あいつなら元鍵師、すごい。だからこれくらいの鍵なら開けられるはずじゃ。ただ来たはいいが、臆病風に吹かれてどこかに逃げてしもたんだが。うん、この辺のどっかにいるんだよね。じゃあちょっと探すか。 OK、 どこだろう、隠れているの。探すとは拾うだもんね。この辺拾っていける、鉄パイプ。どこにいらっしゃいますか。あ、いた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 、こんにちは。あ、この人かい、んなところに隠れておったか。おい、カクさん。うわ、びっくりした。ここまで来てなんで一緒に戦わんのじゃ。だってやっぱり怖いんだもん。そりゃそうだよね。とにかくあんたの出番なんじゃ、一緒に来てくれ。鍵を開けてほしい扉があるんだ。わ、分かったよ。ただわしは喧嘩中は何もしないからな。うん、終わったら扉の前で呼んでくれ。 OK。 あ、じゃあ敵とは戦わないけど、ん、終わったら扉の前、あ、まだ敵がいるのか。すごいね、仲間はどんどん増えるんだね。すごい、そんなこともあるんだね。
あー今極み出てたな。なんかあの極みなんだろう、出したい。多分カウンター攻撃みたいなやつだと思うんだけど。うえかっこいいな秋山さんの足が。よいしょ、足だけってのもすごいよね。オッケー、雑誌、あー連打だった。雑誌の極み、雑誌に負けちゃうなんて恥ずかしいね。中尾さん踏んづけちゃおっかな。あ踏んづけられないか、極みゲージがない。オッケー、ほい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 、オッケー、ゴミ箱に倒されちゃうなんて恥ずかしいね。でもういない、ドアの前で、うん、オッケーオッケー、安心して出てこれるだろうと。あんたとわしのスペシャルコンビであっという間に削らせてからの、確かにありがとう、一緒に戦ってくれて。うん、賀来さん呼んでくるとしよう。どうどう、ここなんだけど賀来さん頼むわ。ふむ、どれどれ、どうだろう、はいはい、これあれじゃな、この程度ならすぐだ。お任せておけ、よかった、すごい、ありがとう、開いたぞ。おーすごいな、センキューサンキュー、オッケー。そしてまた敵がいるのじゃろう、どこじゃろう、あなんかすごい人いた今、パンパンかかってこいって言ってたそんな、あれなんかさっき、あれあなたさっきいませんでしたっけ、鮮やかな紫ジャージの人、あれあなたさっき見かけた気がするんですけど。なあ待って、ソファー大好きおじさんいる。そうか秋山さんでも登っていくイベントあったか。なかなかヒートゲージがたまらない。よいしょ、カムロコーヒー、すごいね、こんなとこ初めて入ったね。よいしょ、あーヒートゲージたまったから誰かヒートアクション、うー今出せそうだったのに、そのヒートアクションなんだろうな。やだ痛い痛い、やめて、ひどい、なんてことするの野村さん、すごくない、小五郎、小五郎さんだっけ名前急に分からなくなっちゃった。小五郎さんめっちゃ強いんだけど、待ってなんかすごい避けられる。よいしょ、めっちゃ戦ってくれる、ありがたい。うわー殴られた、痛い痛い痛い、秋山さんの顔をビール瓶で殴られたのもしかして、やだどうするのよ怪我したら。この人掴めない、掴めるけど、そして踏む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 、オッケー、踏むじゃなくて蹴るだけど、まだまだだ、強い、倒したかな。この人どうしようかな、投げるだけじゃ全然ダメか。ヒートゲージ回復して、極みが出せる、オッケー、一撃か、倒せそうだね、いいね、かっこいい。そんでここも開けてもらうのかな。うん、また鍵かけられちゃった、賀来さんに頼むしかないな、開けてくれ。どうどう、うん賀来さん頼むわ。どれどれ、いける、お、すごい、ありがとうございます、何度もすまないね、なんて心強い仲間なの。うわわわわわ、びっくりした、またソファー大好きおじさんいるじゃん、待て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 、危ない、あ後ろから、後ろから殴ったら意外といけるのか。あいやでもそうやって振り回されたら当たっちゃうか。よいしょ、とりあえず周りの雑魚倒して、今すごい声だった、あ倒した、よし
あとこの人だけ倒した。入る、オッケー。まだ鍵拡散。マイク開けてもらって。うん、開けれない鍵はないのかな。ありがとう。開いたぞと。サンキュー。さて、そろそろ終わりか。何？どっから潜り込んできたジジイ。え、わしの努力の結晶のマシンに何をする。な、何何何、どうしたの、どうしたの。ぶっ壊れたんだからもう用なしだろ。ここは俺らの縄張りなんだからとっとと出ていけ。おお、南田さんもここに来ていたのか。助川さん、わかんないな。あんたいいところに来た。彼はここに住んでいる間世話になっていたんだ。協力してくれんかの。まったくしょうがないね。まあついでらしいか。おい、そこのじいさんの代わりに俺たちが相手だ。ちゃっちゃと片付けて初芝さんに挨拶しなきゃね。クソが、全員まとめでぶっ殺してやる。なんなのこのマシンは。え、このマシンは何なの。待って、今なんかまた極み出てた。何の極み、これな、何の極み。なんか一瞬出るんだよ。一瞬出る、出た。うわ、かっこいい。まとめてのやつか。なるほど、超かっこいい。うそーん、秋山さん好き。よいしょ。え、すごい、なんか狭いこのマシンのせいかな。ちょ、腕組んでめっちゃ見てるんだけど。よいしょ。ちょっとさっさと倒しちゃいたいけど。あ、で、またできた。オッケー。それ秋山さんもお尻痛くないのかな。なんか尻餅っていうかさ、お尻ついてるよね。痛そうだけど。よいしょ、いいですね。よいしょ。ここ何も武器ないの。何もないか。壁ドンぐらいいけるか。壁ドンからのもう一回踏むドン。あ、でもまだ残ってるね。あ、この人がちょっと強いのか。よいしょ。この人はさっさと倒しちゃおう。オッケー。なんか怯えちゃってるじゃん、アッサンロスさん。やばいやばい、こんな、あんなノートパソコンの近くでこんな喧嘩しちゃったら大変だ。ちょっと起き上がって。すぐ倒れちゃうんだけど。起き上がって。あ、いいねいいねいいね。踏む極み出せない、出せないか。よいしょ、オッケー、ナイス。あと一撃ぐらい。オッケー、倒した。これ何。おお、直せばまだ使えそうじゃ。君には世話になってありがとう。そりゃよかった。しかしすげえ機械だねこれ。よくぞ聞いてくれた。これはわしの開発した IF7R といってな。なんと、ああ話は後で聞かせてもらうよ。それよりあんた、ぐっ、くそ、初芝さんはこの奥だな。へ、そうだが、だったらどうする。お前殺されるぞ。スケさん、悪いけどここから先は俺だけで行かせてもらうよ。まあ、あんたには世話になったしの。分かったわい。ただ気をつけるんじゃぞ。あ、分かってる。カクさん、扉開けてくれよ。あいよ。いや、カクさん、すごいね。じゃあ、行ってくる。またな。さて、強いのかな。ちょっとなんか回復全然ないけど。あ、落ちてる。ありがたい。じゃあ行きましょう。キロちゃん大丈夫かな。あ、よかった。キロちゃん。あ、秋山さん。こんなところまで来るとは、律儀な社長さんだね。あんたが緑川さん。そっちは初芝会の会長さんかな。キロちゃんとうちの顧客名簿、何の用があるんだか知らないけど、返してもらえませんかね。だそうですよ、親父。どうします?ふふ、秋山って言ったか。あんた何か勘違いしとるようだな。勘違いだってどういうことですか。これは借りたんじゃない、もらったんだ。え?だからあんたに返す言われはない。お分かりいただけたかな。ああ、そうでしたか。もらったものならやむを得ませんね。そう、もらったものならやむを得んだろう。物分かりがよくて助かるよ。え、それでは改めて奪い返す。私があんたたちからもらうことにしましょう。何?
あんたらのヘリクツに合わせて説明してやってんだ。それなら文句ねえだろ。ははは、なかなか面白い男だ。それができるとでも。さあ、試してみる価値はあるんじゃないか。答えは分かりきってると思うがね。まあいい。てめえをぶっ殺して、あの姉ちゃんのところに送り返してやるよ。うわ、姉ちゃんって何、花ちゃんのこと。許しません。緑川たくみ、たくみで合ってる。うわ、いきなり撃たれた。ひどい。おでん食べる。まあまあ回復した。あれないよね、痛い。なんだっけ、あー名前が。ひなわ藤、ひなわ藤持ってないよね。つかめない。強いな、強いな。ちょっとキロちゃん大丈夫？なんかちょっともうちょっと準備してくればよかったな。なんかこういう感じだと思わなくて。強いな、やっぱり。3と同じような感じありますね。うい。まあまあ、でもミネさんがやっぱ死ぬほど強かったんでね。死にません。でも体力ゲージはそんなに長くないから、もしかしてこれ会長さんも戦うのか。痛いな、つかめない。この人リロードしないの。おいしょ、ちょっと回復、回復しとこうかなって思ったの。使って、なんかコントローラーが効かない。痛いな。いいよ。全然さ、武器つかませてくれないわ。キロちゃん正座してかわいそうに、足しびれちゃうよね。いいよ、あとちょっとだよ。 OK、 倒した。多分戦うんでしょう、会長さんも。うん、すごい血まみれ。逃げた。なんだよまたそうやって雑魚連れてきたの。格は違いすぎるでしょ。それ秋山さんが上だよ自分たちが格が下ですって言いに来たんだね。つまりはね、格の違いを教えてくれるらしいよ。ありがとうこれかっこいいわ。俺たちが下ですって教えてくれるらしい。でもなんかこの部屋ちょっとかっこいいねそれはそうとして、もう会長さんのセンスは結構好きかもしれん。あ、間違えた、この人掴めない人。レベルアップしてるね。ちょっと後で能力強化しよう。この人戦わないのかな、会長さん。まあ、さっきの人もう一回戻ってくるかな、もしかして。いいね、よいしょ。 OK、 蹴飛ばしちゃう。お、何、ヒートアクションの中には使用回数を重ねることによって追撃技をひらめくものもあります。え、嘘、すごい。あ、さらに強化できるってこと。すごい、そういうのもあるんだ。うわ、痛い。それはそれは超痛い。すごい、そんなんできるんだ。やば、戻ってきた。なんか何、チェーンソー。待ってない、待ってない。やだ、ちょっとやめてよ。うおー、いや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 、ちょっとレオンじゃないんだから。あ、正気、正気だ、すごい。うわ、はいはい。え、押したよ、大丈夫。あ、よかった。ちょっとレオンじゃないんだから、まさか。ちょ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 、それはさすがに死ぬよ。それはさすがに死ぬって。それはさすがに秋山俊も死ぬ。なんか極み出したい。なんかない武器ある、ある。いや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 、ちょ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 、さすがにもうズタボロだと思うんですけど。何これ、あ、拳銃、拳銃あった、拳銃、拳銃と。全然ひるまないんですけど、この人。まだまだ弾入ってる。やだ、痛い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 。よいしょ、これいらない、これ拳銃いらない、拳銃いらない。痛い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 。すごくない、銃からのチェーンソーなの。どうしちゃったの、ホラー映画じゃないんだからやめてよ
こんなん見たことないよ。全然ダウン取れない、極み出せない。あ、出せる。うん、なんかさ出るんだけどね。痛い。いやかわせないのよな。まあまあゴリ押しで多分いけると思いますけど。痛い。極み出したいのにね。あ、これかわしたいね。今の突進はかわせるはずだ。頑張れ、あとちょっとゴリ押すんだ。うん、痛い。あとちょっと、これで終わりかな、さすがに。倒せそう、 OK。 うー、強かった。まさかのチェーンソー持ってくるとは思わなかった。いいね。さてと、会長さん。お、ちょっとかわいい。待て、わかった、顧客名簿は返す。キロちゃんも。あれ、それはもらったものじゃなかったでしたっけ。返さなくても結構ですよ。あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。かっこいい。すまん、この通りだ、勘弁してくれ。ダサい。しょうがないね。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。うん。今回の件は、あ、柴田に頼まれたんだ。リリという女を探してほしい。嘘。なんで、なんだってリリちゃんを。柴田はなんでその女を探してるんだ。さあな、詳しいことは聞いてない。だが柴田は何が何でも探し出してやるってかなりの剣幕だった。ごめんなさい、また鼻が詰まっちゃった。いや、まだ鼻が詰まるね。顧客名簿を取ったのもそのためか。あ、リリがスカイファイナンスに行ったという情報はすでに掴んでいる。だとすれば顧客名簿が手に入れば連絡先がわかるからな。それにしてもなんで柴田はそこまでしてそのリリって女を。やっぱりリリちゃんなんかしたのかねえ。なんか新井さんと関係あるのかな。秋山さん、いろいろすいませんでした。大丈夫なの、キロちゃんは。ん、あ、いいって、俺そういうの苦手だから。まあ花ちゃんもかなわない相手だったからね、仕方ないよ。でも顧客名簿は戻ってきたし、花ちゃんも軽い怪我で済んだみたいだ。だからもういいって。うん、はい。それじゃ俺はここで。本当ありがとうございました。ふう、今日も忙しい日だったな。スカイファイナンスへ戻って一息入れよう。そうだね。うん、リリちゃんは何なんだろうね。ちょっとセーブさせてください。オッケー、セーブしたんで、じゃあスカイファイナンス行きましょうか。んー、まあとりあえずキドちゃんが無事でよかったけど、リリちゃん大丈夫か。なんかあそこできるな。ぐるっと回るか。嫌な予感が当たっちゃうのかね。ね、なんかそのあれだよね、その結局絡まれるんかい。いつね。もう全く、もうせっかく絡まれないように。怖っ、ホラーすぎる。怖い。もうせっかく絡まれないようにちょっとさ、ぐるっと回っていこうかと思ったのに。タオリナかい。あれ見て、あれ、あの人かっこよくないって言われてたのかな。そう、なんか最初にあの秋山さんのお店に来た時すごいなんかちょっと動揺した感じっていうかさ、で来たもんね。あれで、しかもなんだっけ、マリンバのその店長が、うん、なんか死後数日経ってるみたいな、それ絡まれるよね感じじゃなかったっけ。可能性あるよね、ちょっとね。そういうことなのかい。よし、じゃあスカイファイナンス戻ってきましたと。今日はリリちゃんのキャバ勤務最終日だな。3日合計で300万を稼ぐ最後の指導に行くが、うん。あ、戻っては来たけど。
それだけか。ハンナちゃんは大丈夫？病院行ってるのかな？そういうこと？そうか、じゃあこれで300万達成したら、じゃあ1億円を貸すっていうところなんだね。ちょっと実感がいい感じなのでどうしようかなって思ったんだけど、行くだけ行ってみようかな。いや、なんか他のことしようかなとも思ったんですけど、行くだけ行ってみよう。やっぱり気になるので。やばい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 、追いつかれる。絡まれる。これまたキャバクラやるのかな、それとも普通にストーリーが進むのか。行くだけ行ってみよう。やる感じかな。いや、店長、リリちゃんの最後の指導に来たよ。まあでも最後の指導って言ってるからやるのかな。お疲れ様です。ではバックルームへお願いします。やるっぽいね。接客の合間にはトレーニングを行うことができます。うん、多分普通にキャバクラやるっぽいので、ちょっとキャバクラ運営は飛ばさせてもらおうかな。なのでそれが終わった後にちょっとスキップしたいと思います。はい、というわけでキャバクラはちょっとサクッとやってきちゃいました。さて、俺が教えられることはここまでだ。あとはリリちゃんの努力次第ってところだ。うん、はい、まだ閉店まで時間がある。それまで頑張って。うん、やっぱりこのキャバクラのミニゲームとリリちゃんの結果は多分関係ないのかなと思いますね。はい、わかりました。と、売上の集計が終わったら店長から連絡してもらうことになってる。それじゃいい報告を待ってるよ。はい、さて、さてやるだけのことはやってあげたかな。あとは結果をスカイファイナンスで待つか。うん、オッケー。じゃあスカイファイナンス戻りましょうか。よし、多分これでまたイケてる人いた。これでそろそろ時間がいい感じだと思うので、ここでイベント見て、あれ、なんかここで止まるの珍しいね。電話に電話。お、お疲れ様です、オーナー。お、お疲れさん。で、どうだった？リリちゃんの結果の方は。はい、たった今集計が終わりました。ですね、3日間で、お、362万円。やっぱり稼げるっていう感じなんだね。驚いた。それは大したもんだ。3日間という話でしたが、今後もリリさんさえ良ければぜひお店に出てもらいたいですね。ここまで接客ができる方はなかなかいませんよ。店の方もだいぶ稼がせてもらいました。ふふ、そりゃよかった。ところでリリちゃんはそこにいるかい？ちょっと代わってもらいたいんだけど。わかりました。ちょっとお待ちください。はい、お電話変わりました。リリです。あそこのリリちゃんの写真がめちゃめちゃ美しい。よう聞いたよ。よく頑張ったね。はい、これも秋山さんのおかげです。そんなことないさ。リリちゃんの才能と努力の賜物だよ。でも秋山さんの指導がなかったらきっと達成できなかったと思います。本当に感謝しています。そうか、ところで今から会えるかな。早速約束のお金渡しておきたいんだ。はい、大丈夫です。わかった。じゃあミレニアムタワーの屋上でいいかい？そこで待ち合わせよう。わかりました、お待ちしています。うん、じゃあね。もう進んじゃう感じ？ああ、びっくりした。いきなり進んじゃうのかと思った。うん、そのまま持ってくのすごいね。リリちゃんが待ってるからな。ミレニアムタワー屋上に急ごう。オッケー。はい、というわけでじゃあこの辺で終わりにしようかな。うん、じゃあすごいね、1億円それアタッシュケースで持ってくの。振り込みじゃないんだね。はい、じゃあ次回はこうお金持ってくところから始めていきましょうか。オッケー、じゃあこの辺で終わりにします。はい、というわけで、今回はね、キロちゃんを助けに行って、なんか謎のあのホラー映画の殺人鬼みたいな銃からのチェーンソーっていうね、緑川さんと戦いましたけど、まあなんとか良かったですね。キロちゃんも大した怪我もなく、ひとまずは助けることができて名簿も取り返したしね、良かったなと思います。うん、でリリちゃんはどうやら、1億円貸してもらえるそうなので、さあこの後どうなるかって感じですね。なんかリリちゃんのこと探してるみたいなので、柴田組だっけ、気になりますね。はい、というわけでじゃあ早速ね、1億円を
アタッシュケースに入れてミレニアムタワーに行きましょう。危ないね秋山さん。うん、じゃあ次回も楽しみにやっていきましょう。というわけでこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をねコメントに書いていてくださると嬉しいです。あとツイッター X やっております。お気軽にフォローしてくださると嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。